卒業おめでとう。ついにこの日がやってきました。私は大阪女学院短期大学を受験する前、オープンキャンパスに参加しました。在学生や先生、スタッフの方々との話しやすさと、英語もしっかり勉強できるということが今も印象に残っています。そして私はこの春から大阪女学院大学に編入学することを決めました。理由は3つあります。一つは、2年間を振り返ってたくさんの楽しかった思い出と自分の新たな一面が発見できる深い学びができたこと。二つ目は、英語のスピーキング力を高めるという目標が道半ばであり、まだ他にも大阪女学院大学でやりたいことがたくさん残っていること。そして最後に一番の理由は、大阪女学院での先生方や友達との出会いによってここがとても居心地のいい場所になったということからです。今日卒業という日を迎えて、皆さんはどういう気持ちですか？2年間はあっという間で、卒業するのが名残惜しい人、たくさんの課題に苦しめられやっと卒業できるとほっとしている人、みんなそれぞれいろいろな感情を抱いていると思います。今から私の学生生活を振り返ってお話しします。その中で皆さんと少しでも共有できることがあれば嬉しいです。私の学生生活は、今思い返すと人との出会い、つながりの連続だったと思います。入学した当初、私は未だかつてないやる気に満ち溢れていました。と同時に、新しい環境で友達ができるのかという不安もありながら入学式を迎えました。同じ高校の友達が入学前のスクーリングでたくさんの友達を作っていて、私も早く友達を作らないとという焦りも感じていました。そんな私に追い打ちをかけるかのように、入学後に設定された同じ BS グループでは、今まで私が話したことがなかった第一印象が派手な友達に、仲良くなれないかもしれないと思ったのを覚えています。不安はありながらも、勉強はしっかり頑張ろうという気持ちで、入学式翌日のオーバーナイトオリエンテーションに参加しました。初めて会ったばかりの友達に囲まれて一泊二日過ごすというのは正直面倒くさいと思っていましたが、先生が同じプログラムに参加して一緒に考えて一緒に過ごすことによって人は仲良くなれるとおっしゃっていた言葉を信じてプログラムに参加しました。不思議なことに、その言葉通り友達とも仲良くなれ、このプログラムを通してやる気はさらにアップし、不安は解消されていきました。授業が始まると、やる気のおかげで早起きも苦にならず、5月のゴールデンウィークまで突っ走りました。その時の気持ちはキラキラして、自分でも嬉しくなるくらいでした。頑張っている私を見て、母がゴールデンウィークはちょっとゆっくりしたらいいやんと声をかけてくれました。その言葉に甘えたが、最後やる気も勢いも急降下で、春学期はのんびりと過ごすことになりました。そんな私が、このままやったらあかん、もっと頑張らなという思いになったのは、オープンキャンパスで出会う高校生や学校の友達、そして先輩でした。私は入学当時からオープンキャンパスをサポートするスタッフになりました。そこで出会う高校生に勉強のことを質問され、高校生の時の自分の思いを思い出しました。今の私のままだったら、女学院の良さを自分の経験を通して伝えることができないと気づかされました。その気づきから、入学前のキラキラした気持ちを思い出し、秋学期からは気持ちを切り替え頑張ることができました。また勉強するとき、私の周りにはいつも意識の高い友達がいて、すぐにサボってしまう私に活を入れてくれました。あるとき、課題をほったらかしにして大好きな韓国ドラマを見ていたら、
なんでさっき課題やらへんのかなって正直思うと友達に言われました。その言葉はとても胸に突き刺さり、正直ショックでした。でもこんなにまっすぐ私のためを思って言葉をかけてくれる友達は他にいないし、その友達の言葉で優先順位を決めて時間管理することの大切さを感じましたし、何より課題も無事に終わったので今ではすごく感謝しています。時には厳しい言葉で活を入れてくれる友達、一緒に課題に取り組める友達、思いっきり一緒に遊んでくれる友達、たくさんの友達のおかげで学期が経つにつれて成績も上がりました。さらに授業の中でロールモデルとして来てくださった卒業生の先輩方の話を聞く機会は貴重でした。未来の自分を想像してやる気が起こりました。他にも身近で活躍している先輩、クラブの先輩に勇気を振り絞り話しかけ、相談に乗ってもらうこともありました。多くの先輩方のおかげで疲れたり迷ったりしているときは元気をもらうことができました。また私は韓国に興味があり、入学してからトライリンガルコースで韓国語を勉強し始めました。全く何もわからないところから始め、ハングルの読み書きができるようになるまではしんどく、クラスの友達との差があり大変でした。しかし私が大変な時、入学前から得意な友達が私に韓国語を教えてくれ、支えてくれました。幸運なことに韓国から留学してきた友達もいて、アドバイザーの先生は韓国人、韓国語の先生ももちろん韓国人、とても恵まれた環境でした。そこでなるべく韓国語で会話するようにし、気がつくと私の周りには6人もの韓国語の先生がいました。そのおかげで今ではハングルの読み書きもできるようになり、分かる伝わる楽しさを感じることができています。선생님들께드리는말씀선생님제가힘들때여러모로도와주셔서정말감사합니다선생님들께서도와주셨기때문에단기대학시절정말귀중하고값진시간을보낼수있었습니다정말저는이렇게한국과한국어를사랑할수있게되었습니다친구들에게졸업후에는가짜다른생활이기다리고있겠지힘들때는언제나서로를기억하고연락해서우리의우정을계속나눌 수 있으면좋겠어요우리앞으로도열심히하자韓国語だけでなく、1年生の秋学期からは英語ももっと頑張りたいという気持ちで授業を受けました。そこである先生と出会いました。その先生はとても可愛くて優しいけれど、点数に関してはすごくシビアな先生で、いい成績が取りたかった私は一生懸命課題に取り組みました。その時私に必要なことを的確に教えてくれ、その先生の支えとサッシーにあるライティングセンターの利用でペーパーの書き方がみるみる上達しました。女学院で出会う先生方は厳しいです。しかしうまくできなくても真面目に取り組んでいる学生を置いていくようなことは決してなく、私たち学生のことをよく理解してくれている存在だなとこの時に思いました。学生生活が乗ってきた私は、女学院にあるさまざまなプログラムにも参加するようになりました。1年生の冬休みには3泊4日の体験学習、事故の発見に参加しました。具体的な内容は皆さんもご存知の通り秘密ですが、その授業を通して気づくこともたくさんありました。私は友達からネガティブだと言われることが多かったのですが、自分ではネガティブだと思ったことがそんなになかったのです。このことをきっかけに自分のことをよく見つめて知ることができ、
物事をポジティブに捉えるよう意識することで、以前よりも自分のことを受け入れることができるようになりました。また自分だけでなく人の価値観や考えを知ることができ、参加前よりも周りの人を受け入れることができるようになりました。2年生になり進路を選ぶときには編入学に決め、より一層勉強に励みました。英語のクラスでは積極的に発言する学生が多く、ただでさえ恥ずかしがり屋で、人前で話すことに抵抗のある私は不安でいっぱいでした。普段から大きい声を出すことが苦手なので、後ろに座ったら発言できなくなるかもしれない。そこで作戦を考えました。少しでも発言の機会を得ようと、一番前の真ん中に座るという作戦です。友達も誘って一番前に座ることで授業にもしっかりついていくことができ、先生とのコミュニケーションも取りやすい環境を作り出すことができました。プレッシャーに負けず精神的に楽な環境を作り出すという作戦は大成功でした。私は大阪女学院で過ごす間、多くの人に出会い、その人たちのおかげでたくさんのプログラムや取り組みに参加することができ、とても充実した学生生活を送ることができました。先生や友達、そして支えてくれたお父さんお母さんに心から感謝しています。お話しした通り、私はあと少なくとも2年は大阪女学院にいます。違う場所で学びを深める人、社会に出て新生活をスタートする人、いろんな道を歩んでいくことになると思います。その時に大阪女学院での生活を思い出して、あの時に頑張ったな、課題多かったな、みんなどうしてるかなという気持ちになったら、いつでも帰ってきてください。私はあと2年大阪女学院で皆さんを待っています。